はい、おはようございます。さあ、今日の朝ごはん、朝からたこ焼きだよ。トリッキー。さあ、お弁当はこんな感じ。長いソーセージね。もしかして初登場かな、長いソーセージ。時刻は6時59分になりました。天気予報です。今朝の関東はちょっとどんとした曇り空ですかね。この後はどうなるでしょうか。はい、今日は広い範囲で雨、大雨に警戒、ね、なんかいまいち価格がね、定まってませんけど、で大雨になる恐れがあります。はい、そうですね。まずは雲の様子、まずは雨の様子見てみましょう。はい、現在四国や近畿、東海で大雨や暴風の警報が発表されていると思います。やっぱりね、これ2倍ぐらい入るね。なんか余ったもん詰め込んじゃう。東海や関東に移ってくる見込みです。ダイエット頑張って。では今日の予報です。ほぼ全国的に雨が降るでしょう。特に西日本や東日本は、だいたい5時ぐらいから始めて落雷や突風にも7時ちょっと過ぎに出来上がる感じでしょうか。いつも西日本と東日本は昨日より、はい、というわけでお疲れ様でした。東海から西は、またどうぞよろしくね。北海道はチャンネル登録、旭川ではおなしゃす。
はい、お疲れ様です。おはよう、おはよう。今日はね、頑張った卵焼きね。はい、おはようということで、朝ごはん、はい、こんな感じだよ。うん、カレーコロッケ、朝から揚げ物、きついね。さあ、嫁ちゃんのお弁当の卵焼きは余った部分のでかいやつ、うん、超巨大、こんなでかいの、ますます、まあ、やめとこ、うん、ね、こんな感じ。あとはね、こんな感じよ、うん、ね、はい、のり弁、コントラストがいいんだけどね、やっぱ卵はいいね、うん、こんな感じですか。今日のお弁当はこんな感じですよ、ね、というわけで、はい、ボン。どっちがいいかな、こっちがいいかな、今日こっちかな、今日こっちだね。はい、はい、お疲れ様でした。またどうぞよろしく、バイバイ。
はい、おはようございます。今日の弁当、こちら、ね、卵エンド卵、ね、ちょっと黄色をね重視しました。もう卵ご飯ですね、今日はね。卵弁当。イヤホン専用の差し込み口がなくなってしまう。やっぱ黄色は映えるね。さらに折り風になったのが残。まあ、何度も言うようですけども、僕は卵焼きが嫌いです。はい。卵焼きを焼くのがね、そんなに好きではないね。ね。できる限りやりたくないね。実際に試してみました。そんな感じ。お疲れ様です。続きまして朝ごはんよろしくどうぞ。はい、朝ごはん、ね、やっぱあれだね、赤とか緑が入ると朝食っぽくなるね。緑大事ね。ありすぎてもダメだけど。そしてね、こんなアングルもね、迫力あるね。迫力ある。よいしょ。でもね、アングルがね、なかなか同じってなっちゃうね。はい、どうも。そんな感じでございます。はい、続きましてはあれですね、今日の晩ご飯のなんだっけな、ハヤシライスの、ね、仕込みに入りたいと思います。牛すじ切って昨日湯がいたものをね、冷ましたやつを、さらにトロトロになるまで煮ます。はい、というわけでお疲れ様でした。引き続きどうぞ。
あら、くにくん、くにくん、いや、不意におはようございます。コンテスト仕方されました。はい、おはようございます。さあ、今日はこんな感じ、ずら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 ーと、まあ、今日はシンプルにハンバーグのみのハンバーグビッグ弁当でございますよね。はい、朝食こんな感じ、昼こんな感じ、ね、昼、そしてお弁当です。はい、今日はザ・シンプルヨーロッパシリーズ登場、ドン、アジアシリーズも、はい、よ、どうでしょう、よいしょ、はい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 、はい、途中でね、メモリがいっぱいになっちゃったんでちょっと切れちゃってますけど、ご愛嬌、たまにはこんなこともあります。ありがとうございました。